アセス・カッシングはアメリカ海軍の駆逐艦。スプルー・アンス級駆逐艦の一隻艦名はウィリアム・ B ・カッシングにちなんで命名された。その名を持つ艦としては5隻目。カッシングは1976年12月27日にミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で寄港した。1978年6月17日に浸水し、 1979年9月21日に収益する。パナマ運河は1979年にパナマに返還されたが、カッシングは返還前のパナマ運河を通過した最後のアメリカ軍艦であった。正式収益前、カッシングはハリケーンフレデリックを回避するためインガルス造船所を出港した。カッシングは アメリカ海軍の乗員とインガルス造船所の諸員半数ずつ乗り込み、メキシコ湾でハリケーンを回避した。嵐の後カッシングは造船所に戻り、最終偽造の後一時的に収益、最初の母校であるカリフォルニア州サンディエゴに向かい、同地で退役、1979年9月21日に正式に収益した。 1980年代半ばから後半にかけて、カッシングは太平洋艦隊対戦作戦戦隊第31駆逐戦隊の一隻であった。カッシングは駆逐戦隊司令スタッフを支援するため特別に改修が行われ、機関任務に従事した。また、同級において、アン、SQR-15A コーソナーシステムを搭載したわずかな艦のうちの一隻であった。 カッシングは1993年に最初の女性乗組員が上官した。1995年の太平洋、艦隊再編成では、6つの戦闘集団と8つの駆逐戦隊が再編され、その再編は10月1日に完了。カッシングの母校は翌年変更され、第5駆逐戦隊に配属されることとなった。1996年秋のキティ・ホーク。 空母戦闘軍への配備に合わせて、カッシングには、リモートマインハンティングシステムの原型が搭載され、機雷探索能力の向上に寄与した。1997年会計年度に、RMS 構想は、カッシングのペルシャ湾における演習で成功理に、披露された。カッシングは1998年3月16日に、真珠湾を出港し、 新たな母校である日本の横須賀海軍施設に向かった。カッシングは1991年以来真珠湾を母校としていたが、ワシントン州エバレットを母校としていたファイフとその任を交代した。真珠湾を母校とする間に、カッシングは4度の西太平洋配備と1度の南太西洋配備を完了した。日本に到着すると、第十五駆逐戦隊に配属され、5月には、 東南アジア各国海軍との共同演習、キャラット98に参加した。カッシングはその経歴の終盤、数年間を日本の横須賀を母校として活動した。2005年9月21日に退役するまで、カッシングは現役に止まる最後のスプルーアンス級であった。9月21日、退役と同時に除籍された。 globalsecurity.org では、カッシングはトルコに関される予定であったとする。カッシングの船体は、リンパック2008で、デビット・アール・レイ・フレッチャー・ホーンと共に、標的艦として沈められた。ありがとうございます。